はい、今回はスナップショットの使い方について見ていきましょう。スナップショットはヒーリックスや HX シリーズの特徴的な機能で、例えば同じプリセット内のブロックのオンオフや異なるパラメーターの組み合わせを切り替えて音切れなく変化させることができます。まずは体験していただきましょう。音切れせずに残る感じがお分かりいただけたかと思います。 HX ストンプでは3つのセッティングを記録、切り替えが可能です。まずはプレイ画面からスナップショットモードを選択します。ビューボタンを押してエディット画面に切り替え、必要に応じてアッパーノブでブロックのオフを設定します。続いてフットスイッチ2、3も同様に設定します。パラメーターをスナップショットに割り当てる場合は、ノブを押しながら回すと数値が白くなります。この状態で割り当てられるようになります。保存する際は、ビューとアクションを同時に押し、セーブを選べば OK です。なお、必要な場合は、フットスイッチを2つ同時に押して、スナップショットモードを保持したままプリセットを変えることも可能です。